接続を確認中です、はい、スタートしました。お知らせを送ってます、はい、95回です。おお、少しずつ集まってきてます。今日日曜日だもんね。今日は日曜日ですよ。いかがお過ごしでしょうか、皆さん。12月ですね。入ってしまいましたね。冬だね。今日でも本当に昨日ぐらいかな、昨日とといか寒くなって、さっきあのおばさんに話したんだけど、寒くなるんですって、関東は。やだー。寒気が入ってくるそうで。いやー。なので皆さん、体調気をつけてください。本当にね。気をつけます。寒いと、はい、12月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。デルルルルル。今回す前に、はい、このアイドリングトークが問題だという話になって、問題だというか、何を話せないんだ。どうしよう。まず、今でもとりあえずワールドカップを触れましょうというね。そうですね。でこれ今、ワールドカップハラスメントっていうのがあるらしいからね。え、そういえばね。そんなんあるんですか。その要は、俺もよく聞くけど、はい、見てるだろう的なね、よろこぼうぜ的なハラスメントみたいなのが何でもハラスメントになるんですね。何でもハラスメントなんだけどよくね何でも喜ぶよ俺は。嬉しいニュースを。あ、ちゃんと見てないんです、正直。いや全然大丈夫、雰囲気だけでいいから。あ、よかったよかった。そうそう、頑張ってる若者たちがいるんだぞっていう、その辺がいいよねっていう話なの。でもなんかちゃんと見てなくても勝ちましたみたいなニュース見ると、あ、そうそうそう、やっぱ、ね、やっぱ嬉しいですよ ね。僕なんかは今日もお客さんと話になったけど、なんか片方一試合しか見ないことにしてるって言ってたね、今日のお客さんは。片方一試合、だからその今決勝トーナメントに入って、はい、試合の時間帯が12時と4時あの、あー、へー、夜の日本時間でいうと、はい、だからどっちかだけにしようっていう風にしてると言ってじゃないとじゃないと永遠に見ちゃうから、ね、確かにやらしいんだよね。だって10時から見て大体2時間で、あ、12時から見て大体2時間で2時でしょ、はい、終わるのが。その後4時からってさ、ちょっと起きれてちゃうじゃん。あ、そうですね。なんかそっちが怖いって、夜型になっちゃう。そうそうそう。で、僕的にはでも今回すごい良くて、東京オリンピックとか地元開催でいいってのはあるんですけど、テレビで見れないじゃん、俺らって。あ、そうですね。基本的に昼間とかさ、夜やられてもリアルタイムで見れないですね。そうそうそう。本当はな、なんかコロナとかなければな、ライブビューイングしたかったんだけどな。ああ、いいですね。ねえ、みんなで見たら。でも時間帯的に無理か、今思えば。どっちにしろ7時のゲームとかだったら見れたんだよな、だからな、多分。それも楽しそう。そうかね、そういうのやりたかったですけどね。はい、というわけで、はい、皆さん、はい、やりましょうか。いい感じに集まってきましたよ。はい、では始めたと思います。はい、こんばんは、ザベフトの田中です。こんばんは、ザベフトの小川です。はい、よろしくお願いします。というわけで、12月入って寒くなってきて冬ですということで今日は冬です。まあアウターかなと思います。アウターをご紹介していこうかなと思っていて、もうそろそろ本当に僕も、昨日から長めのコート引っ張り出してきて、まだそんな極厚なやつじゃないんだけど、はい、本当にアウターっていうものを着始めたので、多分そういう方多いかなと。日中がまだ暖かいからなんか微妙な感じなんですけど、明日日中も結構寒くなるみたいなので、ちょっともう手放せなくなってくる時期かなと思うので、アウターをご紹介していこうかなと思います。で、今後ろにずらりと、まあ主にカーリーで、オノマのものとかも、並んでるんですけど、まあこの前オノマのデリバリーでちょっと触れてるアイテムとかもあったりとかするので、まあ全部ね、紹介してると結構、日が暮れてるんですけど、日が暮れてしまうので、まあ本当に僕と小川と、はい、でちょっとこうおすすめの、アウターをご紹介していこうかなというふうに思っております。ただ、なんかコメントとかでこのアイターちょっと着てみてくださいとかあれば、もう実はちょっとサイズ欠けてるものもちょこちょこあるんで、全部お答えできるかわかんないんですけど、リクエストには答えるので、ぜひぜひコメントいただければなと思います。はい、はい、というわけで、じゃあおすすめあったらいいですか。どうぞ。まあ、おすすめっていうか、毎年シーズン、まあ、職業柄必ずアウターはプラスしてるんですけど、
今年買うアウターからまず紹介していこうかなと思います。私が紹介で、どれでしょう、どれだ、どれでしょうって言われて、レスポンスがあれなんだよ。今期は僕はこちらを買うことにしてます。可愛いですよね。そう、リバーシブルベンチコートというアイテムで、まあ、名前の通りリバーシブルになっていて、これ色違いなんですけど、まあ見た目だけで言うとこれくらい表情が違うんですよね。ボア側で、ちょっと外付けのポケットが目立つタイプと、こういったちょっとつるっとした系の素材で、まとまってる方があって、で、まあ、カラーで言うと僕はこれをおすすめしたいプラス自分はこれを買うっていう形になってます。で、まあ、なんでこれかっていうところもあるんですけど、はい、まあ、やっぱいろいろ付け足してるので、いろいろアウターって本当にいろいろ持ってるんですけど、あのフードコートって僕持ってないなってことに気づいて、まずそれっていうのと、あとこのアイテムが、多分これまで出してきたカーリーのアイテムの中で多分防寒力最強なんですね。リバーシブルになっていて、まあ、片面がボアになってるっていうプラス、実は中綿も入れてます。なので、まあ、中私もコアブリッドで軽いんですけど、もう入れてるので、まあ、相当防寒性が高くて、で、僕もともと冬すごい好きなんですけど、やっぱ年齢なんですかね、なんか年々寒くて我慢できなくなってきちゃってて冬がちょっととにかくもうあったかいアウターが着たいなというところで、これを選んでおります。で、まあ実際に着てみようかと思うんですけど、まあ、あのあったかさとかリバーシブルとかも特徴あるんですけど、これも今までで初めてですかね、あのカーリーのアイテムの中で唯一、フリーサイズで作ってます。まあなんかいろいろ理由はあるんですけど、このバコッとしたシルエットが結構あのどんな方でもあの着用できるんで、あのさっき後で他にも着てもらおうと思うんですけど、女の子が着ても実は可愛いので、可愛いですよ、あのこういった形のアイテムなので、まあフリーにしてるっていうところですね。で、今僕あのインナーあと中ですすいません、あのビッグシルエットワッフルニットピオ、あワッフルピオニットかと、あのジャガードのジャージのパンツ全部サイズ1で着て、これだけフリーで今着てるっていう状態になります。169cm63kg でこんな感じの見え方をします。めっちゃあったかそうですね。めちゃくちゃあったかいです。で、まあリバーシブルっていうところと、あと、まあ、また名前の通りベンチコート、まあ、いわゆるなんだろうな、僕イメージ的には本当それこそサッカーの試合とかで外の試合とかであのコーチとかお父さんお母さん方が観戦するときに着てるベンチコート、あれをまあファッショナブルにあの洗練したデザインで外着として着れるようにアレンジしたっていうのがこちらのアイテムになります。すごいミッチーっていうコメントが呼ばれてる、呼ばれてるの、よかったね、嬉しいです。ミッチーです。ミッチーなの、ミッチーなんだよね本当はね。2人います。あ、両方いるの、はい、ミッチーもいるの。ミッチーもいるしミッチーもいます。なるほど、すいません話ぶった切っちゃった。呼んであげてください。嬉しい、ありがとうございます。で、デザイン的にこちら側の面は、これ実はカーキなんですけど、かなりあのシックな感じの色味で、デザインが割となんていうんだろうな、カジュアルっぽい雰囲気ではあるんですけど、色味が落ち着いてるので、なんかちょっとこうシックに大人が着るベンチコートとして成立する色かなと思っていて、僕はちょっとこの色を選択しています。で、まあデザイン的にはいろいろ、特徴があって。まあこっちの面は、フラップのポケットがここについてる感じですね。だからね、かなりミニマルな感じになっているのと、このフロントのジップが下まで下がらない作りになってます。ここまで、まあ、いわゆる普通のアウターのショート丈アウターぐらいの位置にあるので、まあ、単純に脱ぎ着がしやすいですよね。ジップだとこうやんなくていいっていうか、あ、確かに、そうそう。でプラスあの足元も軽快になるのと、十分に防寒力があるので下まで締めなくても全然あったかいっていう。でプラススリットサイドについてるんですけど、ここも実はボタンで、外れます。なのでちょっと軽快な印象になります。ちなみにこちらのこの輪っかなんですけど、内側にもボタンつけてるんで、こっちにつけちゃえばピラピラしない、あ、素敵、見える良さもあります。これ細かいところが内っぽいなと思うんですけど、そうですね、僕はもうサイドが開放して、これ実際に取ると本当に軽くなるんですよ。足元思ったより軽く切れるので、ここはもうバックリ開けて着ようかなと思ってます。
で、中綿プラスリバーシブルってことで生地自体にすごいボリュームがあるので、やっぱこの首周りの決まり方が相当綺麗ですね、うん、あんまくしゃくしゃってならなくて、ちゃんとこう周りをこう囲んでくれるような形になるんですね。なので本当にこれはマフラーとか、なんだろう、ネックウォーマーとかなくても全然首元もあったかいし、でもう今着てる段階で室内なんで暖房ついてるから相当今あったかくなってる感じですね。眠くなってきました。ぐらいにね、ぐらいに感じて着れるっていうのがあるのと、いいな。あとまあこれだけボリューム感があるんですけど、やっぱりあの表面に使われてるのと、まあ中に使われてるボアが相当軽いんで、こんだけボリューム感があっても、あの着てしまうと全然あの重さを感じないっていうのもすごい嬉しいなと思います。やっぱりアウターのなんかこう良くないところというか嫌なところって重いところだと思うんで、1日着てると肩こるとか、これだと結構アクティブに動き回れるんじゃないかなという印象です。個人的にはちょっと上まで上げてきたいなってところなんですけど、まあ普通に前開きでちょっとね、ちょっと開けるとかもありだし、まあガッと開けてもバフッと着て楽に着るのもありかなと思ってます。これ本当にあったかいのと、やっぱ存在感あるので、あのこれ着るだけでコーディネートが完成する感があってすごくいいなと思います。で、こっちのサイドすごいかっこいいんですけど、あの結構逆サイドも良くて可愛いですよね。そう、めちゃくちゃこっちは可愛くて、あのルックでも女性がモデルが着てる側なんですが、私もそっちの面大好きです。こっちの面すごいいいよね。あのなんかリバーシブルってあの片面が使いにくいって結構あるんですけど、これは本当に両面いけちゃう感じになってるのとっていうところです。これもまあ、あのちなみにジップもあのリバーシブルジップなんで、もちろんご安心ください。そうで、こんな感じに着ていただけます。めちゃめちゃ印象変わりますね。めちゃくちゃ大きい、入口にゴムの入ったマガジンポケットみたいな大きい容量のポケットがついてるのと、胸にポケットですね、まあ、フラップついてるのでちょっとしたものを入れていただくといいかなと思います。だいぶ印象変わりませんか？結構すごい違う。で、まあワイドボリュームがあるんで、まあ、まあワイドパンツでも OK なんですけど、細いパンツとかと合わせてもすごくかっこいいので、なんか個人的にちょっと細いパンツでもいいかなと思ってるんですけど、うん、こっちのサイドもで結局あの中綿入ってるんで、どっちサイドも相当あったかいっていうのがいいところかなと思います。あの本当に年末、毎年なんだかんだ12月末になると相当寒くなってくる。で、あのお正月とかね、はい、初日の出行くとか、いいな、初詣行くって時とかはやっぱ外に出るので、こういうアイテム一つあると、なんかあのこういうね、中綿系もいいんですけど、コートでこんだけあったかいっていうと安心感も違うのでいいのかなと思います。で、まあプラス、ね、ご夫婦の方とかだったら男女行けるんで、奥様もシェアしたりとかね、旦那さんとシェアするっていう選択肢もありかなと思います。はい、で僕今こんな感じなんですけど、全然180センチぐらいの、スタッフとかでもこのサイズで余裕で行けるんで、まあ本当にあのただまあ見え方はもちろん変わりますけどね、サイズ感とか雰囲気は変わると思うんですけど、まあどなたが来ても結構収まりよくできる、フリーサイズの仕上がりになってます。で、ちょっと小川さんにも。はい、来てもらおうかなと思うんで、お母さんちょっとこっちに来てもらおう。そっち、はい。あれですね、ポケットが同色素材違いで可愛いですね。そうなんです、めっちゃ可愛くて、ちょっとね、あのポイントになりますよね、こっち側は。で、こっち側はあの結構あの手を入れやすいっていう良さがありますね。バックいらずですね、これめちゃくちゃ入る。入れたくなりますよね。よろしくお願いします。小川さん154センチ、割と言っても小柄な方なんですけど、コメントよかったらくださいね。あ、そう、全然かぶっちゃっても可愛いと思いますね。
そう、ちょっとぬいぐるみ感出るね。この身長だと。でも女性の方が多分、超オーバーサイズのアウターって着る方多いかなって気はするんで、あ、でも全然いいですね。もちろん腕のたまりとかは出てくるんですけど、それが逆にあのモコモコ感出て、女性が着るとそれが可愛げの方につながってくるなっていう感じがします。あったかいよね。相当あったかいです。落ち着きますね。落ち着くっていうね、可愛いってきました。やった。そう、可愛いんですよね。なんか女性らしい、なんか結構そのバキッとしてる感じの素材感じゃないので、どちらも意外とあの丸みが出る、ちょっと柔らかい雰囲気になるので、この辺もいいのかなと思います。ちょっとフードを取って前を若干開けるぐらいの着方もしてみようかな。まあ小川さんちょっと首周りが少し高いもの着てるので、そう、開けてもまた印象変わります。あ、紐が飛び出ちゃってるけど、こっちの色も可愛いってきましたね。そう、こっちの色も結構可愛くて、でボアの方あとこんな感じですね。だからあの女性とかだと今小川さんパンツですけど、スカートでもいいでしょう。そう、スカートで着るとまたね印象変わるよね。可愛いんだよね。あとあのさっき田中さん触れてたんですけど、ここ結構深いざっくり開いてるじゃないですか、うんうん、私の身長でも何ですか、変にあのあ、そうね、めちゃめちゃ歩きやすいです。確かに。長いとね。なんかこうシルエットがボコってなりそうなところが。そう。途中から入ってるのですが、どこのブランドですか。こちらはカーリーです。カーリーの今季のアウターになります。はい。で前開きだとどうなるんだ。今日はパンツスタイルですけど。パンツです。まあバコッとね。着るのも全然あり、なんかその仁王立ちみたいになってるけど、こんな感じで、で逆サイドもちょっとじゃあ見せてもらいましょう。これはねでも楽しいっすよ。なんかインパクトあるから。僕はあのリバーシブルのやつはあの帰り家帰って脱ぐときにもうそのまま袖をくるんって裏返るように脱いで。そう、次の日はそれにするみたいな強制的に両サイド使うみたいな着方をするんですけど、あったかい。はい、でこちらはまた別サイドの、これ今僕ちょっと見えてないかもしれないですけど、今座ったんですけど、スリットあるんでめちゃくちゃ座りやすいですね。あの、そう、全然収まるわ。その辺もちょっといいかも。はい、はい、こちらがこれちょっとネイビーか、ネイビーグレーっていう配色だね。はい、といった形です。で、フードのドローコードもちょっと今長さずれてますけどずれてますが、あとちょっと太めで可愛いんですよね。あんまり細いアウターのあれに合わせてちょっと太めのものとかを使ってます。うん、可愛いね。だちょっともう本当にこの冬はどんどんとね外に遊びに出かけたりとかすると思うので、あのこれだけ着てると寒い冬で外遊びの時も結構安心感があるかなと思います。なんだろう、テーマパークとかいいんじゃない、待ち時間長いし。確かに外とかね。でちょっとアウトドアとかでもボア方面だったら、まあ丈がある分ちょっと戸惑ったかもしれないけど、普通に着る分にはなんかいいんかなって気がするけどな。なんか外遊びに行きたくなるアイテムだなって、こういうロングコートだと珍しいかなと思います。そういうのはまあ元がやっぱりベースがベンチコートなんで、外で着るってね、なんかちょっといいなと思いますよね。スポーツ観戦したりとかね、それこそ雪国に行っても安心ですね。うん、オノマのパンツも気になってるんですが、今日は紹介ありますか。今日はアウターの紹介をするつもりだったんですけど、着ます。そしたらちょっと履いときますね。そしたらなのでちょっと、お待ちください。で次のアウターの時とかにちょっと一応着ていきましょうかね。なのでちょっとあの小川さんの、はい、一人喋りましょう。急な一人喋りですか。いやいや、そんなことないけど喋るけれども。何でしょう。12月は何してるんですか、小川さん。12月は友達と遊びに行きます。小学生みたいな感じ。友達と
でもなんかそう、だから12月のトピック、まあ、クリスマスだよね、やっぱね。クリスマス、まあ、お店はね、ギフトとかいろいろ用意するんで。そうですね。あのカップルで来ても楽しい仕上がりに。これからちょっといろいろ実は入ってくるアイテムがあるんで、少しずついろいろ入ってくる予定です。またブログとかインスタでお知らせするので、見ていただければ。でちょっとあの12月入ったら、しばらくしたらお店でちょっとあったかい飲み物でもお出ししたりするので、まあ、ゆっくりご覧いただければなっていう感じだね。単純におしゃべりしたいです。あ、そうですね、単純に。12月入ると、あ、イルミネーション始まってません？思ってたんだ。はい、あ、まだ見てないな。この前、あ、見に来てください、皆さん。表参道といえば、あのイルミネーションって。私も見ましたよ。あ、ほんと、まだ見てなかったな。綺麗でした。私行った時、あれってずっと歩道橋乗っちゃダメなんですかね。多分、あそこに渋滞ができるからな。渋滞するんだよね、あそこに。そんでね、まあ、そうですね、桜の季節とイルミネーションの季節はどうやら。車もね、今はまだ大丈夫ですよ。チャンス。でも確かにあの各所でイルミネーションが出てきてるので、ウェブともね、ちょっとね、軽イルミネーションしてるんですよ。そうですね、今年は飾りつけます、ね、そうそうそう、あのちょっと落ち着いたぐらいの感じでやってるんで。そんな感じですね。はい、では小川さん、じゃあ交代じゃないけど、はい、すいません、戻ってまいりました。お帰りなさいませ。今あのさっきリクエストあったオノマの、エシカルフリースのパンツを履いてます。ボアの方面だと結構合いますね。ちょっと初めて合わせたんですけど、結構気に入りました。あのちなみに今日、ジャーナルでこちらのアイテムスタイリングしてるんで、ぜひぜひチェックしてください。このパンツです。こちらのパンツはもうちょっとサイズが出ちゃってるんですけど、僕サイズ2番履いてます。こちらのパンツですね。これがオノマ。エシカルフリースハイブリッドパンツだったかな。こんな感じで、お尻の部分と、フロントのここを糸材で切り替えていてっていうパンツなんですけど、オノマのダウンも見てるとこ見、ああごめんなさい、着てるとこ見たいです。なるほど、じゃあ先行きましょうか。ちなみにこれも今日着てるんですか？じゃあ個人的な推し色のこのブリッツを。その色いいですよね、すごい可愛いんだよな。前回のインストライブでもちょっと紹介してるんですけど、よいしょ、ノーザンライトパデットジャケットですね。あのダウンって思われるかもしれないんですけど、ダウンではないです。あの中綿ですね。コアブリッドっていうカーリーでも使われてる、超軽量で、まあ軽くて暖かいあの中綿を使用していて、これはあえてちょっとボリューム感を出して、すごくこうアウターらしい雰囲気を演出しております。こんな感じです。あ、裾が、ん、あ、いい感じ。こんな感じの仕上がりです。僕はもう断然ここまで締める派なんですけど。それも安心感やばいですよね。これは相当安心感やばいですね。朝これで正直撮影したんですけど、ほんと眠くなりました。あったかすぎて。いや、ほんと無敵感がすごくて、まださすがにこんな格好してる人街にはいなかったんですけど、相当安心感あります。で、この防寒力でこの軽さってぐらい軽いです。これさっきのやつとかも軽いんですけど、全然これより軽いですね。めっちゃ軽いですね。めちゃくちゃ軽いんで、相当着やすいです。でこれもまあおすすめはおすすめなんですけどね、オノマはまだ限られた店舗とウェブ等ぐらいでしかあの展開がないので、で、ちょっとまあ限定生産的なところもあるので、お早めにといったところです。これちなみに僕今オノマのフリースパンツと、こちらの中綿のジャケット両方サイズ2番で着用してます。アウターに関してはもう2サイズ展開で、うん、パンツももうあの2、3のみですね、あるのがっていう感じなので、お早めにといったところです。でちなみにこちらのパンツもフリース使ってるんで相当あったかいです。あ、でこの色とかだったら本当にガチアウトドア行けると思います。
で要は、結構接触が多いところに切り替えの布をつけてるんですよね、当て布みたいなところ。なので、全然このままアウトドアのところで座っても、撥水かかったりもするので、全然いい感じで切れるかなと思いますが、ちょっとこうアウトドア感もあるんですけど、ギア感の印象が強いんで、ちょっとストリートっぽい雰囲気でも履けるのがいいなと思います。まあ、ちょっと今日なんか今、革靴履いちゃってますけど、ブーツだったりとか、本当にスニーカーとか着て、ちょっと本当にめちゃくちゃ今っぽい着こなしにも対応できるなと思っていて、で肌当たりもいいのでとてもパンツを着やすい感じですね。いかがでしょうか。ちょっとあったかいアウター探してる人には、今のさっきの、リバーシブルベンチコート、カーリーのリバーシブルベンチコートとこのオノマの、ノーザンライトカセットジャケットはめちゃくちゃおすすめです、うん、あったかちなみにここ、まあ、開いても切れますし、これ自体取っちゃうことも可能なので、その状態とかも、もう一回見てみようか、やりましょうか。あ、でちなみにこのノーザンライトパレットジャケットのインナーはフリーズ貼ってます。なのですごいあったかいです。これはもう簡単に色が取れるので、それ脱いだ後なんか寂しくなんないですか。どういうこと。え、なんかすごいポカポカしてたのにふっと冷気が。あ、まあ確かにな。あれ、いや、この部屋あったかいから。あ、そうか、そうですね。寂しくなんかない。そうですね、こんな形で。で、ちなみにここのフラップみたいなところだけ止めて着る着方もありかなと。感じです。もう全然印象変わりますね。フードが結構インパクトあるので、これくらいの感じで着てもらうのもありですし、もちろんジップ完全に上げて、オノマはカーリーみたいにカットソー素材でとかっていう、そういう縛りというかコンセプトではないので、素材もいろんな素材を使ってますし、これなんかもめちゃくちゃ軽くてシャープな質感なんで、なんかちょっとこの色なんかはヴィンテージ感もあってすごい雰囲気もいいんですけど、そうですね、こんな感じで着ていただければなと思います。はい、はい、大丈夫です。他も何かリクエストあれば。で、おすすめ。おすすめ。他のおすすめ、いろいろあるんですが、小川さんのおすすめもあるんですよね。ありますよ。小川さんのおすすめからいこうか、じゃあ。私のターンですね。交代でね。いや、ちょっとあんまり目を汚しちゃいけない、おじさんの。いや、そんなことはないですよ。これは忖度試合。気持ち悪い。怖いですね。恐怖が。ああ、誰も映ってないですよ。あ、私自転車乗りなんで良さそう。あ、いいと思います。オノマは本当にアクティブな生活をしている方にはめちゃくちゃおすすめで、さっきも言ったんですけど、デザイナー自体が本当にアウトドア、キャンプとかアウトドアとか好きな人間で。まちぎとして作りつつも、スペックはアウトドアスペックなので、機能性もすごくしっかりしてる、確かなものな感じがするんで、そのあたりも、特徴だったりはするので、自転車、まあ、カーリーもそうなんですけどね、カーリーも、伸縮性が高いので、そういう意味では、結構きれいめな格好しつつも自転車乗りやすいとか、そういう良さがあったりするので、実はアクティブな生活されてる方は、すごいいいなと思います。はい、両川さん。入れてますよ、ちゃんと。どうでしょう。はい。はい。ミッチがおすすめするのは今季カーリーのアウターで。これです。クロップドのジャケット。はい。すごい。めちゃめちゃ緊張しますね。自分のターン。あんなに喋ってたのに普通に。本当ですよ、うん。めちゃめちゃ頭真っ白ですよ。そうかそうか。ただ素材感が私すごい好きで。うん。このリングウール、そうね、圧縮のウールなんだけど、
メルトンほど重くないっていうね。そう、軽いんです。軽くてめっちゃ暖かくて、でなんかちょっと清楚系に見えません、ね、色的に最近そうだね、清楚系に行ってるんでしょ。最近清楚系を目指してるんで、それもあってこれも清楚系って、中身は全然清楚じゃないんですけど。なことないでしょうよ。でもこれパンツが無視された。スルーさせて、スカートも合わせられるし、はい、あとワンピースもいけちゃう。ああ確かにね。そう、あと私あのマフラーとかストールとかを今年はつけたいんです。うんうん、うんうん、っていう意味でこれがいいです。合うじゃないですか。前開きでちょっとこう肩抜くのもいいよな。こういうことですね、うん、とかでも可愛いし、これ結構女子に評判いいですね。あとこのでっかいポケットが、ああ可愛いよね。そう、ちょっと イメージが可愛すぎない。あ、うん、そうね。あ、いやいや全然可愛すぎないから好きです。そうね、なんかメンズのものを可愛く着るっていう解釈で着れるっていうのは確かにいいよね。そう、あと、うん、あのパタナーの、うん、ここに聞いたのが、うん、その切りっぱなし、うん、でクロップド感を出してるじゃないですか、うん、でもただ切りっぱなしにすると、うん、なんかほつれると悪いから、 ね、うん、そのさりげなくなんかこう縫って見えます、元よります、それくらい上です、端をね。そう、さりげなく縫ってデザイン感も出しながらちゃんと長く着れるようにっていう風の心遣い。そう、話を聞いて、なんて素敵な。まあカーリー本当に立ち切りの仕様ってたまにやるんですけど、まあもちろんね、あのほつれてきたら意味ないんで、 その辺の始末はしっかりするようにしてます。でこれは前も言ったけど、あのね、立ち切りにすることでちょっとすっきり見せてるんですよね。そうす、端々にボリューム感が出ないのでいかつくならない。いかつくならないのはすごい嬉しいです、うん。ミッチぐらいのでも身長だとちょっとハーフコートっぽくもなって可愛いね。なんかね、インナーとか合わせ方次第で結構いろいろ表情が変わりそうですね。こっちの色も好きなんですよね。うん、着てみましょうか。じゃあまた雰囲気全然違いますよね。そうね、で結構ネイビーと言いつつも割とこうブルーが強めのネイビーで、なんかちょっとこう冬に着ると爽やかでいいなと思うんですけど、まだ、そうだね、地域によってまだアウター着れないとこもあるもんね、言ってもね、多分ね、気候的にはね。かな。この前、地元の新潟で、おう、初雪が降った。どこで？新潟市で。新潟市で。へぇ、もうそこで降るんだね。そうなんですけど。おう。うっすら積もってました。雪どころの女なんですね。そうなんです。なんかこれネギの上にネギですけど、あ、全然ワントーンで、あ、ちょっとクールな感じに。そう、広島は寒いですよ。あ、広島から見ていただいて、ね、広島も寒いのか。なんか広島の普段の気候がよくわかんないけど、もうね、まだ行ったことないんですよね。そう、ないんですよ。でもそっか、でも中国、じゃあ一応瀬戸内だからね、香川と似てるっちゃ似てるもんね。はい、こっちネイビーですね。こっちネイビーです。いや、こっちも欲しいな。ただの私の買い物みたいな。女子だと確かにこのサンドとネイビーあたりは結構着やすいかなと。ね、じゃあシャコールももちろんいいんだけど、あっちの方がメンズっぽい雰囲気に多分なるかなっていう。そう、メンズっぽいなと思います。色で遊びたい。うんうん。時はこっち着たいです。なるほどね。中白とか着たいですね。このあたりでもこれショート丈で結構軽く羽織れるんでいいですよね。あとなんか車が移動の中心の人とかはこっちの方がひょっとしたら乗りやすいのかなっていう気はしますね。今日とかめっちゃこれ着てきたいですね。ここから寒いみたいだからね。ちょっと俺も着てみるか。これあの僕も実は結構好きで、すいませんね、並びます。また雰囲気違いますもんね。全然違うと思う。よいしょ。で下にちょっと僕ビッグシルエットの、セーター着てるんで、これどういう写り、あ、写ってるね、鏡では。
あ、本当だ。こんな感じだと全然男女で雰囲気が違うなという感じです。うん、あったかいんですよ。軽くてあったかくて、着てもらうと若干こう不安になる方もいるぐらいなんですけど、あったかいです。ご安心ください。ちゃんとあったかいので、まあ、重ね着とかすれば真冬も全然対応できるっていうのプラス、あんまり寒くない時とかで、あのロンティーとかシャツとかその辺のアイテムと合わせてもそんなに違和感がないので、使い回せる時期も長いかなっていう感じがしますね。はい。ということで、これがお母さんの。これが小川のおすすめであり。はい。私のおすすめでもあります。みんなのおすすめです。まあ、あのウェット的におすすめって感じですね、この辺は。うん。あのウェットっぽいスタイルで。さっきも言ったんですけど、生活の中心が例えば、車だったりとかする地方の方もいらっしゃると思うんですけど、そういう方だと、まあ、コートだとちょっと煩わしいっていう、まあ、僕もあの普段、ちょっと神奈川の果ての方に住んでるんで車乗るんで、そういう時はショート丈のアウターすごいいいなっていうふうに実感をするんで、でなんかそんなにラフになりすぎないのもいいかなっていう感じがします。あ、これ僕ちなみにお母さんと一緒のサイズ着てます。1番ですね。サイズ1で僕も着れる。で中は結構厚手の、今回は今日はニットを履いてるので、この感じで着ても全然良いので、シルエット綺麗って着てます。 ありがとうございます。本当にあのすっきりしてるんですよね。そんなに武骨になりすぎないっていうところがやっぱりいいなと思うので、あのぜひぜひこの辺はすっきり見えるのすごい嬉しいです、うん、そうね。まあ狙いは割とそこ、まあベンチコートとかはちょっとボコッと見えるのが可愛いかなと思うんですけど、この辺は丈のバランスとか生地感のバランスとか、そのさっきの端々の処理とかで結構すっきり見せたいアイテムなので、本当にそう言っていただけると嬉しいなと思います。はい、はい、というわけで他もあるんだけどね、言ったらまあ全部おすすめなんですけど、それやるとなんかあのお店の店員さんっぽすぎて嫌だなって思うんで、そうですね、ちょっとやめとこうかな全部おすすめですとか言うの嫌だ自虐的に今出てきた人もおすすめなんですよみたいなこと言う人いるからね、全部おすすめなんですけどねそうなんですけど、いや僕はね、僕は本当もともとユーザーなんで、本当にでプラスちょっと企画も入ってるんじゃんか、あの欲しいものをあの意見してこれ作ってくださいみたいな話をしてるので、あのウェブト的にはすごいおすすめなんですけど、ぜひぜひ、まあ、この辺もまあ長いのとね、短いちょうどだけで、だいぶあのアウターとしては雰囲気変わるので、まあ、選択肢として持って、例えば去年とかまあ、長いのよく着てたなって人は私はちょっと短いショット丈に着てみたりとか、あのウールコート着てたなって人は中綿、まあ、こういうのもありますし、ちょっと中綿のアウター着てみようかなとか、なんかそういう選び方でいい気がするんですよね。なんか同じようなものを毎年こう集めててもしょうがないと個人的には思ってるので、うん、だからあのコートばっか好きっていうのはすごい気持ちわかるんですけど、できればちょっと違うテイストとかにあの行くとちょっと幅が広がるので、なんかそういうお買い物個人的にはおすすめだなって思ったりはしてます。楽しいですよね、うん、まあもちろんあの僕もなんか一つのアイテムめっちゃ集めてる時期とかあったんで全然人のこと言えないんですけどはい、というわけではい、アウターのおすすめでございました。他もあるので、まあ、あのまたちょっとあのジャーナルでもそろそろスタイリングでねアウターとか着始めてたりとか、あとリールとか、まあ、インスタとかいろいろ紹介はしてるので、そっちの方でもいろいろチェックしていただけたら、大体雰囲気は見てもらえるかもらえるかなと思いますので、チェックしてみてください。はい、はい、というわけで、本当寒くなるみたいなんで、皆さんあの体には気をつけつつ、ワールドカップで夜更かししつつも体調崩さないように師走なんでね、皆さん忙しいと思うので、あの体調に気をつけつつ健康に1年締めくくれたらと思いますので、また今年あと1ヶ月ありますが、あの今月もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、というわけで、今日95回、あと5回か、あと5回です。ら新年だよな、100話とか多分な、やっぱり大体週末にやると思うんで、そうですね、はい、またチェックしてみてください。はい、はい、で5分目点とか、さっきも言ったリクエストとか、もろもろは本当にメール、電話、SNS の DM なんでも結構ですので、ご連絡お気軽にいただければと思います。はい、というわけで、じゃあ今日はこの辺でドローンしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。